棒読みテスト。はい。BGM がなくなっちゃったんで、じゃあどうしようかな、これ。今日はですね、プレイは2日目。ゲーム内では何日目かわかんないけど、まあ、今日はちょっとこのゲームが何ができるのか、何が作れるのか、今日は調べたいと思います。まあ途中で死んじゃっても、まあしょうがないんでね。とりあえず、今の状態をより良くしていくというよりは、今後のプレイをより良くするために、ちょっと、この世界の中で何が作れるのかをちょっと調べたい。違う、これだ。なんか、いろいろ作れそうなんだけど、昨日あんまり調べられなかったから。とりあえず、ヨンさんいらっしゃい。おお、これこれ、これ。いい。これがさ、板。これなんかこの前、これブループリント？設計図置いたけどなんか。できるね。できるね。葉っぱ。おー、おー、椅子。そうそうそう。なんかこう動画作ってて気づいたんだよね。これブループリント置くだけのあれじゃねえなって。あ、もう作れるんだけど。あ、習得？椅子？一個使っちゃうのか？プラスチック。おい、なんかすげえ作れるようになるんじゃんか。これに使えるよってことか。ん、ていうか、そう、なんかこう、なんだこれ？これなんだ？スクラップ。すげえ俺作れるようになってるんだけど。すげえ作れる。あ、ちょっとこれちょっかとちょっと。おうと思ってたやつだ。ひえー。あと誰かがなんか自動で何かをなんか回収する機械があるとか言ってたけど、それが、待って、水、とか食べ物が足んなくなる、これ。これ何に使うのってわからないときに便利なのかな。うん、っていうか、作れるようになるんだと思う、多分。俺が作れるものが増えてるんじゃねえか、これ。増えてねえ。増えるんだよね、あれ。作れるようになるものが増える。サルモさんいらっしゃい。あ、買おうと思ったやつ。ちょっとカクカクするな。カクカクする理由は？大丈夫か？ちょっと、待って。なんかいろいろ操作忘れてる。水も飲んどくか。いろいろいけそうよ。あ、危ねえ。お、どこ？違う。水前入れてる。へえ。の時よりやれること広がってるな。時間を表示する。あ、こういう狭い空間スタートのサバイバルゲーって珍あ、しいね。習得しなきゃダメなんだ。なんだこれ。中区画の作、あー、大きいものを作るって。やった。ロープ。何これ。塗料を見る。なんかあれか。塗料を作るやつか。スクラップフックって違うの？なんかこれ。あ、字がちっちゃすぎて読めねえ。なんか説明文が長いと字がちっちゃくて読めなくなる。へえ、これなんだ？よりいいやつか。和骨です。で、俺がこれを作れるようになったってことだよね、多分。やった。これとこれ。プラスチックとほとんど一緒ですが、より良いもの。この2耐つの久違性がい高は。えんだ。ああ、ああ、ああ。ああ、ああ。ちょい。そう、文字サイズ、いや、文字サイズじゃなくて、ローカライズの、っていうか、なんかこれまだ全然完成してないんですよ、このゲーム。違うのよ。じゃあ、これを読んでごらん。あれ、どっか行っちゃった。なんか説明によっては、文字数によっては、ほら。これすっげえちっちゃくなんだよ。一行でほら、収めるためにすげえちっちゃくなる、文字が。わかる？アンテナって書いてあるところ下ね。そアれンはテアンナはテ読ナめでるすけど、か？これでほら、鳥の巣とかもう読めないよ。わらわら。やばいんで、だから全然完成してない。鳥の巣ってそもそもなんだよ。これも使えるの？あ、無理だ。じゃあ、ビーツ。ビー読めツ無ねえ、理。わら。
石あった。マンゴーの種あ、ダメみたい。そういうものはダメなんだね。暗くなっちゃった。あ、俺明かりさっき作れなかったっけ。おいおい。足切れなんてあるんだ。あ、釣りだ。鉄だ。これなんだ、絨毯いらねえ。足に刺さると芸を減らす。どういうこと？足に刺さるトゲ？さっき明かりっぽいのがあったんだけどな。あ、これだ。スクラップ。後々海中も探索範囲になっていくんかな。うん。スクラップと板。あ、習得済みだ。おいおい、ちょっと。ズ ミってるんだけど。ちっ。見えない見えない。あ、壊れた。ちょっと待って。ちょっとー。おい、マジか。二つ作っとこう。ちょっと、ぶっ壊されたよ。お腹鳴り始めたんだけど。おいー。なんか俺さっき作ってなかったっけ？やべ、火が足んなかった。足場も壊れた。ビーツ生食いする？ビーツってそんな回復しないっけ？マンゴー、いや待て。蝶つがい、あ、蝶つがい、どんどん、おい、蝶つがいなんか使えるんじゃないの？赤い粉。ガラス。スクラップをもうちょっと持っとこうか。パイナップルの種。あ、晴れ晴れ晴れ。ヤシとかパイナップルは多分、まとめるやつは、まとめられるやつはまとめよう。葉っぱ。まとまってね。お腹空いてるよ。焼きビーツ。で、ビーツを置く。どうすれば、なんか漂流物をくっつけるあれがあるのかな。それどっかもうすでに持ってる？ あとロープはガンガン作れと思った。どうせ葉っぱのままじゃ使えないから作っちゃう。釘。あと釘はもう釘で、こういうのをいっぱい素材のまま持ってくのがやっぱあんま効率が良くないんじゃないかなと。看板。わ からん。これは作りたいけどスクラップが必要だったんじゃねえかよ、お前。 まさかのスクラップ枯渇。素材のまま持つことも必要らしい。特にない。これを増やさなきゃいけないんだよね、きっと。だから、俺は。あ、ここで増やせと。こういうのはダメと。そういうもの引っ掛けるやつはなんとかネットとか言ったかな。なんとかネット。吐息でネットしか知らない。ストレイ、あ、たくさんしまえるやつある。やったーって言って作っちゃって大丈夫だったかな。こういう色系無理。あとは、ガラスだ。うわー、なにこれ。洗浄機。一度にいくつものカップの水をき、ちょっと待って、ちょい待て。ちょっと待って、なんかいる。いた。こら。どこ行った？どこ行った？ 新しい水が必要か。俺よく考えたら食い物がやっぱりない。畑、ちょっと明るくしたい。あ、違う。ボタンがわかんねえ。あいつらも生きるのに必死なんだ。あ、ちょっとこれ。動物にもてあそばれる所長。うん。かわいい。かわいいよ。よく考えて、俺、ちょっと待ってね。自動延長になってね。あー、危ね卵か肉よこせ。え。ねえ。あ。暗くて。俺多分ちょっとこれダメだな。 あとなんで今日に限ってすぐガクガクするんだ。なんか俺やってっけ？うーん。やってない。
性がワクワクする。そしてちょっと画面が暗くてわかんねえ。あと作れるものの中に今なんかあったな。ほっほっ素材必要じゃねえか。だからスクラップも必要じゃねえか。なんかあったら作れたな。ってちょ、来た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 。一度起動し直したら直ったりするかもね。ゲームを起動し直した方がいいかな。じゃあ再起動してみようか。若干ちょっとね、無茶してんだよね。セーブ。松明とかないのかな。あるんだと思う。あるっぽい。一旦やめて、でこれをちょっと下げて、なんかちょっと画面の位置を変えちゃったんだよね。そしたら若干弊害出たっぽい。見えましたか、ロード。かゆい。まだいろいろなんか行き届いてないゲームなんで、まあいろんな不具合が出る。寒いだな。あ、ダメだ。変わんねえ。より悪くなったまである。粉？釘あんじゃん。釘はいいのか別に。スクラップあった。葉っぱもめっちゃあるわ。あ、ある。何の音？あ、びっくりした。閉めた音ね。で、食べ物があんまりないので。そうなんです。ビーツで我慢すっか。でもサメ肉めっちゃあるな、これ。あ、右クリで一個ずつ取れる。ので、これは、サメ肉を焼く。あれ？一個のはずが。朝になった？樽が来たな。とりあえず、島を目指して。あ。島で素材を集めたい。いらない。あれ、俺スクラップ。はい。は、あ、はあ、島だ。島が来たぞ。すごいな。あ、葉っぱ、葉っぱ、待ってよ。作らなきゃいけないものがある。石。石、アンカー、アンカー、アンカー。石が足んない。ほわ、ほわ作れる。作っちゃったこれ。あ、作っちゃった。ほわ、俺なんか足りないね。食べ物が足んないね。ほう、ほう、ほわ。ほわ、どこ？ほわ、どこに作る？なんかもう、ぐりっくりこういうとこ作っちゃう。あ、でも島に向かってるわ、これ。生ビー作るか。とりあえず。すげえ来てるよ、来てるよ、来てるよ。木が足んない。ほわ、開く、いい。で、長押し。長押し？え？ほぉこれでいけ、止まってないか。止まってるね。ちょっと待って、これだ。今日ちょっと昨日のあれが、昨日なんだろう。ちょっとこれあれだわ。どう、操作を忘れている、いろいろ。これをどっか持っていけないのかな。なんか誰かが斧がどうたらって言ってたけど、素材に戻せる。壊してみようか、せっかくだから。ん？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 なくしただけ？なくしただけ？嘘だろ。てか俺が昨日作ったイカだとなんか違う気がするんだけど。
いけて、いけそうじゃねこれ。この、この上から。あ、ダメだ。とにかく、木が足りない。あ、木、手に入ってるわ。で、屋根を作って、それを使って登ろう。これ登れたぞ。登れたぞ。勝った。赤い粉いらない。やったぞ。持ち物大丈夫かな。持ち物大丈夫だね。すげえあるわ。強引に登ったよ。おいパイナップル。ヤシの木栽培できたら木がずっと手に入るのか。言ったらヤシの実も取れるし。よし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 。あ、斧がぶっ壊れた。作れるんですよこれが。いっぱい素材持ってるから。パイナップル。サメ大丈夫かな、そういえば。いや、これはありがたい。さすがにあれは届かねえか。やべ、なんか言ってるな。どこがどこがどこがいいか。あ、こっちだ。槍は、えいっ、あー、危ないよ。なんだよ、お前もう。この島の木はいただいた。すごいやられた。完全かじられたんだけど。まあ、あのぐらいでいいんだったらいいけどさ。この島の木は全部いただこう。これ、粉系はいらん。これにはまだ早い。いやー、あとはこの海の中にある素材が若干必要っぽいんだよね。今後のために。本当だよ。届かないかな。サメがいるな。届いたんだけど。まだある？もうない？パイナップ。鳥来てる、鳥来てる。どこだ、どこだ。ボートが。鳥ー！えいっ！水あげないとこれ。でもこれ炎おかげでなんとかなってんだよね。アンカー落とさずに。飲んじゃった。飲んじゃダメっていうか、食べないと。サメ肉どこ行った？何の音？何の音？あ、炎とかこれ。せっかく水作ったのに。これに水あげなきゃいけない。水汲んだのね。いらん。海底も潜りたい。これは止まってるだけでも木を消費してしまうので、水を作るだけで。だからちょっとね、止まってるわけ、ずっと止まってるわけにもいかない。まあ、木いっぱい手に入ったからいいけど。何の音？ん？ん？大丈夫？サメかと思った。何の音？何だ、何だ、何だ。ぶつかってる音か。とりあえず、もう一回サメが来てぶん殴ったら、海底に出ましょうか。海底への。怖えんだけど。肉焼いとこ。怖いから。肉はでもそんな簡単には焼けねえから。はっ。あ、動いちゃってるね、これ。ちょっと待って。R を押しながら。いや、待って。R を押してこう。ちょっと動いてほしくないな、今は。そしてちょっと邪魔なものは置いて、ちょっと新しい素材をなんかまとめ、この種か、スクラップとか必要。あ、スクラップ必要だ。よし、サメが来ねえな。
こういう時に限って。来た来たよ。まだ来ない。和骨です。えい、リーゼさんいらっしゃい。俺流れてねえか。流れてんな。ちょっと待って待って待って、なんかすげえ流れてるけど。パドルはもういらないのかな。パドルいらなくなるかもしれないね、帆があれば。ちょっとさあ、めっこなくなっちゃったんだけど。あと水水水水を違うんだよね。水をあげるボタンが違うんだよね。サメがそろそろ来そうだよか。来ねえんだよな。あ、来た。そろそろ来てくんないと。おれおれ、ちょっととりあえず一回追い払えば。畑に向かって飲むっていう。サメ来た。サメでもなんか殴ってたら来なくなるかもね。よしよしよし、オッケー。あ、水、あれ、うんうん、畑返せぬオッケー、焼けてないね。ちょっと取り行ってみよっか。カモメが鳴いた。何の音？大丈夫？本当に大丈夫？ちょっと行きたいんだけど。あ、ない。この辺じゃないぞ。ひえー、あった。気になってるゲーム、みんな気になってんだね。俺も気になったから買ったんだけど。ハマグリ来た。取れないんだけど。そんなに簡単に取れるやつだったのか、これ。あ、これも取れる、なんか。酸素ないよ。酸素ないっていうか、俺、やられてるよ。意外と海が、海面が遠い。どこだ、どこだ、どこだ。やべえ、やべえ。サメ来る、サメ来る、ぴょい。ジャンプ。あぶ。サメ来てたね。サメか。サメ危ないよ。違う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 。海越え。あ、そ一個食われてる。どこ？なんでその柵関係ないじゃん。お前柵全然関係ないじゃんか。あ、死んだ？死んだ？ここで足ひれですよ。足ひれ？やっぱあるんだそういうの。早くなれるやつ。はい。ちょっと取り行きたい、もっと。いた。おい。泳ぐの早くなんじゃない？うわ、いっぱいあるな。意外と今必要なんだ。やっぱサメの餌っていうのが大事なんだ。酸素が意外とない。ちょっと待って、鳥は焼いて、え？鳥は焼いてる？あーん、あーん、酸素がないよ。こんにちは。鳥がいるね、いっぱい。こんにちは、しのぶさん、こんにちは。なんだこれ、なんだこれ。砂、ガラスを作るのかな、砂は。他は、ああ、延長しました。あ、これフックっていいやつ作るともっと早くなるのかな、回復、回収が。酸素ボンベとかないのかな。あー、やべ、もう無理か、もう無理か。板がある。板さん、よしよし、行くぞ。石も結構大事なのよこれ。石なかなか手に入んねん。フック万能ね。フック何なんだろうねこれ。プラスチックらしいんだけど、これ無理だろさすがに。石めっちゃあるけど、あー首かい。石ぐらいもうちょっと早く回収できないもんか。そうだね、漂流マイクラって感じだね。結構だから待ってても向こうからなんかいろいろ来るから。あれ結構放送カクカクしてるこれ。俺ちょっと見えないけど。あれ早かった。フックそろそろ壊れそうだな。問題ないよ。ありがとう。カクカクしてても問題ないっていうことだったらそれはそれで助かる。サメ来ねえな。俺こっち間違ってっかなこれ。
やっぱりない。あった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 。もしかしてさっきサメ激出したのかなこれ。はい、いっぱい取った。そろそろ時間、夜が行きー、ぴょいーっと。で、いろいろ取ったから砂？船が邪魔なんだよね。何の音？砂はない。スクラップ。何の音だろう。違う違う、おい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 。俺はまだここにいる必要がある気がする。なんかもう取れないね。何の音？サメかい？最近流行りの異世界転生ものってやつですね。異世界転生ものかいこれ。これ、取りたい。危っ。ハマグリはなんだ、ハマグリ。なんか、聞こえるんだけど、暗くてわかんない。いない。ランタン作りたい。もう見えない。ちょっと待ってよ。食べる食べる。曲が鳴り始めた。壁にぶつかってる音がすごい、びっくりするわ。巨大な あ、スクラップあと1個あったら作れるじゃん、巨大な箱。今1だって思ったけど、すぐなうち買って、海洋惑星ストラテジーゲームが正式版リリースしたばっかだったね。おお、このゲームもなんか若干ふ…う、あ、ハマグリ向いちゃいました。超つがいよくわかるゲームだ。超つがいって俺さっきなんか持ってたな。 あるじゃん。砂いらないから、箱、とりあえずいっぱい入る箱、そしてその前、それもそうだけど、箱も欲しい。箱手に入ったね。あ、回す。R で。いや、とりあえずこれで。でかい。超つがいいらないんじゃねがフラグだったか。超つがいは結局箱、でかい箱を作るのに必要だった。あとこれなんだ、なんだって。怖いよ、わかんないよね。でもね、あとフックも危ないし。あ、これもないわ。あ、ズミ、あれズミ、これ、あ、無理なのかこれ、調査できない。何の音で、俺が作りたいのはランタン的なやつ。フックは絶対、スクラップも何も、あ、まあ今置いちゃってるからね。ネジ、ネジ、あとこれストリーマーって何なの、どちらが前方か知るのに、あー、前方を知る、前方を知るって意外と大事じゃね。あー、まだ無理だ。ここの中にあったの確か。これ、これスクラップと板、俺が今スクラップ持ってねえから収穫だ。スクラップ持ってないから言われてないんだな、これ。スクラップと板作れるね。ちょっとちょっとちょっと、炎の位置がめっちゃ邪魔なんだ多分。で、この状態だともう作れるリストに入ってると。入ってない。あ、習得済み。習得済み？どこにあんだ？あった！あったけど、明るい！明るいぞ。寝床に。やーべえ！どこ？お前、なんだ？カモメ？明かり全然違うじゃんか。いや、これほう邪魔だから、やっぱ2階とかがあった方が良かったのかな。今実は意外と同じ場所にいるけど、なんかいろいろできるっていうか、なんていうの、素材は島のおかげで潤ったから。ロープとネジ、火めっちゃ大事。これはダメ、閉じたらもう動いちゃうから。これね、釘ね、ネジは出てつくの、ネジは。
怖い怖い。あ、ダメだこれ。これダメなやつ。これはダメなやつだ。お前は、やめて。やめて。あと葉っぱがあった。端っこでもよかった。あー、でも端っこだとさ、サメに持ってかれるんだよ。多分。意外と危ない。あ、これか。回収ネット。かかし、かかし、かもめ。やべえよー。あ、これでヤシの木を作られる。あ、アドバンス洗浄機が。これは？釣り竿。お、ん、な、なんだ。かかしあったら鳥が来なくなるのかもしれないね。上に物を置くテーブル、あるいは下に椅子とよく合います。そういうことか。ネジが、ネジ、お？お！欲しいこれ。て、金属のインゴットってなんだよ。鋳造施設。船がぶつかってるね。このインゴットを作るのに必要な設備がどっかにあるはずだよ。あと、これは習得済みね。どれに当たる？酸素ボトル。足ひれ。ぶどうのベトベトってなんだよ。海ぶどう？海藻ってあるの？ちょっと待って、どうやって作るんだろうね。上の方にあるのかな？かかし、習得してみる？カモメや作物の土地に近づいて来させないようにする。わからん。グリル。一度にいくつかのやつを焼けると。あった！金属の、あ、砂とかでなんか作れるね。ドライブロック。ドライブロックはどうやって作るんだよ。俺なんか砂持ってたな、そういえば。砂がどっかにあったよね。足元がすごい大変なことになってる、これ。ん？習得するだけで、だったら物は減らない。減らないんじゃねえかな、わかんないけど。そもそもここに出すために1個減ってるから。あ、なんか習得ない。砂はいん、ん？海ぶどうだけ沖縄土産館。海ぶどうじゃないと思うんだけど。ハンモック。たまに英語なんだ。さあ、朝が来たぞ。潜るか。おー、よく見たら水が全然ねえ、俺。あ、水入れてねえ。お、うかつだぞ。いくらいろいろ潤っているからといって。これなんだこれ？粘土。あ、粘土？うん。ダメだ。なんかこれわかんねえ。なんだろうね。ドライブロックは多分なんかやんなきゃダメだね。これ何？時計。いらん。カモメ来た。習得だけだったらしちゃった方がいいのかな？めっちゃ習得。あと、だから、俺ちょっと今後のためにいろいろやっておかなきゃいけないことがある。じゃがいもとかどっか行っちゃったか？俺よく見たらすげえ流されてねえか？あれ？おり？めちゃめちゃ流されてるし、水がねえ。そんなに大変かい？R をしながら、マウスでクリッと。まあ、水がなかったら、大きなハマグリちょっと待って。ロープ。お！え？鳥の巣。卵が取れんのか字が読めねえ。なんだこれ、レシーバーって。ズミだ、ズミ。ズミ。この辺は全部ズミだよ。これそういうことじゃない？ハマグリ1個なくなったもん。食べられるのかな、ハマグリって。焼いてみよっか。焼けない。そういうんじゃない。島に全然近づいてないね。そういうんじゃないのかもしんない。へぇー、先進む？
どっちが前なんだろうね。一回、ちょっと方をしまってみようか。方をしまって進むのが前だ。きっと。こっち。逆じゃね？あ、俺島から外れてっちゃったのか。こっちだ。サメ来た。バレバレなんじゃい。お前そろそろ死ぬんじゃないか。意外と危ねえ。俺キーそろそろなくなる？あー今も手持ちがないだけかな。お腹鳴ったね。お腹鳴ってるね。あれれれれ。サーモンあるんだけど。さっき収穫したものは一体俺何だったの？あ、ない。だいぶ傷ついてた。うん。あ、ネジあるわ、あれ。何か作れるな、これ。これは。やべ、もう。あ、これ。日焼けで死にだらけになりそう。おっと。そうなの。これ水も補給できちゃうから、ちょっとこれは、もうちょっと大事に使いたいね。いや、いいわ。とりあえずちょっと。ネジがあったら作れるものがあったな、なんか。俺が欲しかった。あぶい。あぶね。あ、これ骨速くなってるから追いつくのやべえ。追いつきにくくなるぞ、これ。あぶね。あとあれ、なんかネット。回収ネット。あった。板がない。板はさっきいっぱい持ってたよね、どっかで。いや、俺死ぬと思う。多分終わりだと思う。C です、C。完全な C です。あー、樽はまとめてもらえるから。あと、フックがそろそろ作んないと。あ、作れる！これだったのか。回収ネットが板が必要で、板を俺は探していたんだね。板ないんだけど。板まさかもう使い切った？あれ？そんなに、あんなに収穫したのに。寝るな。あんなに集めたのに。集め直しじゃ。ここにいっぱいあるね。いっぱいもらった。何の音？炎とか。で、全然足りねえ。板さん、あれ？俺今、ん？なんかいらないものをしまうか。サメだ。ああ。なんかぶっ壊れたね、服が。回収ネットってかさ、俺フックは新しいフックがある。なんか形変わったな。ああ。タールが。R をしてこう。なんかくり抜きみたい。ね、バールのようなものだよ。回収ネット作れるよ。作ったよ。殺人鬼が持ってそう。お。ああハマる。これいっぱい作んなきゃダメじゃん。あと俺は食べ物ともっと焼かなきゃダメ。でも。出て水を。あはは、欲しい。あ、欲しいよ。ペイ。おい。あと水がなんか俺入ってるな、これ。飲む。これ何が入ってんだろう。大丈夫？これ
とサメに持ってかれそう。ちょっと待って、確かに失敗した。サメ来てるね。あと樽が来た。樽が頬を曲げりゃいいんだよね、きっとな。頬を曲げてこっちに曲げれば吸い寄せられる。あ、なんか何かが捕まった音したね。パチャンって。何の音？これやべえな。もうそろそろお前死ぬんじゃないのか。ほら死んだ。サメ肉ゲット、サメ肉ゲット、サメの頭ゲット。あ、終わった。槍が終わった。てか俺船いっと船に間に合うのこれ。ココナツで、ちょっと待って、食べるかこれ。怖いから斧を片手に。これ船危ないな。船危ない。気抜いてっと。マジ、あー危ね。もっと登りやすくするなんかねえのか。引っかかってるね。あー、樽がめっちゃ来たぞ。とりあえずあの樽は取らないと。そうなんだけど、そんな暇ある？今の状況的に見て。あ、イカダだ。 R でこう。でもそうすると樽が取れねえ。あ、樽回収できた。あー、ちょっと怖いな。樽回収。あ、取れるねこれ。もっといっぱいつけなきゃダメだ。船全体に囲わすように。あっちか、真横か、ほぼ。そうね、こんぐらいにいいかな。あー、お腹は何の音だ。じゃがいもが、よく見たらじゃがいもがあるじゃない。これサメの頭って何？あとこれ何これ。なんかあるんだけど、インベントリの下に。ちょっとサメ肉めっちゃだな、めちゃめちゃだな。海賊嫌なことを言うね。あ、まだ植えてねえよ俺。じゃがいも植えるか。あ、1個足んねえ。何か植えられるものは。そっちなかった、確か。パイナップルはね、ダメ。ヤシとかパイナップルはダメなんだよね。マンゴーも木だから。あ、これ作んなきゃダメだ。あ、作れる、作れるぞ。どうでか、邪魔すぎだろこれ。これ邪魔だけどめっちゃありがてえ。多分パイナップル種か。マンゴー、木が植えられるんだね。やばいね、こっちこっち。マンゴーの種。うん、ここ、あ、あ、すげえぶつかったんだけど。忘れてたわ。ちょっとこれ欲しい。ダメだ。あー、沈んでいく。なんかすげえ早い。何？なんかすげえ船がギューンってなった。あー、なんかイカダにぶつかって何か起きたのかな。あと俺水が入ってるねこれ。のぼ。あ、パイナップル植えられる。ってことはパイナップルは1個しかできないか。あ、サメ来たね。あと樽があるからちょっと行ってみようか。え、槍はどこ行った？槍ないんだけど俺。槍は壊れたのか。鉄の槍が欲しい。そう、畑がある。イカダの広さってレベルの上限とかあるんですか？いやー、あの木とプラスチックさえあればどんどん広くできる。あとやっぱ水を作る機械がやっぱ必要だな。もっとこれ、いたっと。これがなんかいっぱい作れるらしい。ガラス燃料は必要ありませんって書いてある。燃料が必要ねえんだって。
ちょっと待って、どこだ、樽？樽遠いな。これ反対なのかな、流れが。流れ反対。ちょっと俺、あれを作んなきゃいけないわ。ストリーマー。板が足んない。ちょっと一旦、方をしまおう。ちょっと今、流れが悪い。で、あとあれは？回収機は回収機。回収機、中何も入ってない。やっぱ真逆に進もうとしてたんだね。だから、あとこれ、ずっと燃えててくれるんだね。ありがてえ。すげえありがてえ。で、こっちに向かってるから、俺真逆につけてたんだな。開く。のりさんいらっしゃい。こっちに進まなきゃいけないんだね。進まないとダメだ。あ、外す。外す。X?X? くらい。外すってのは壊すってことじゃないよね。いいね。かわいいし、なんかぶっ壊れた音したけど。回収できるわ。回転。こうかな。タール来た。うわぁ。忙しいけど、なんとかなってる気がする。あとは、板がちょっと欲しいね。くれえ。外せねえかな、これ。外せる。新しい水が必要。違う。なんの、あ、捕まえられたね。捕まえられたね。タール捕まった。こっちだね。あ、島だ。あそこにいろいろ砂とかがあるんだろ、きっと。なんか波がすげえ激しい。なんだ。怖え。サメ来た。ちょっと右前方だね。もうちょっと行ってもいいかもしれない。怖えから。へぇ。樽あるね。樽をちょっと欲しいです。捕まるね。やる。フックが新しくなったんで。あんまり板が入ってなかったな、今。今の、樽。ね。ああ、ダメだ。あ、なんで？なんかここ修理が足りてなかった。ちくしょう。ちょっと、ああ、プラスチック。そっちにも作れんだ。あかんよ。あかんよ。何がぼちゃんっつった。あ、捕まったのかな？あ、捕まったね。これいっぱい作りたいけど、まだちょっと無理。島どこ行った？あ、島！島が過ぎてしまった。どっかにアンカー立てて、あ、漕ぐか。木は手に入んないけど。必要な素材はいっぱいあるだろ、これ。今、アンカーあったのに。作れる。小さい島だな。小さいが、バカにはできん。掘りやすいところ大事。暗くてわかんねえや。そうだな。寝るかな。やーべえ、水がね。寝ちゃったよ。塩水を入れるじゃないよ。できてるんでしょうね。はい。あ、ホア。え？俺伸びたかったんじゃないんだけど、あんまり。ベイクド。サメいっぱいあるん。残暑ですね。よし。木があんまないね、もうね。サメは、サメいるし、サメ肉持って行きたくないんだけど。新しい水が必要だって。とにかく。岩礁。水をもうちょっと飲みたい。いや、お腹か、あれ。パイナップル食おっか。もったいない気がしてきた。ビーチでよかった。ちょっと行ってこうか。余計なものを置いて、
槍は大丈夫。よし、フックがあるんですよ今回は。あ、意外とないか。深いな。新しいフックどうかな。早いか。あ、なんかサメもうくんの。あ、早い早い、すげえ早い、すげえ早い、めっちゃ早い。でも海藻は取れねえ。スクラップ、おい、めっちゃ早いぞ。ただもうちょっと一旦サメもいるし、痛えよ。木が手に入んないんで、ここは長いできんな。水がないとダメね。ちょっと体力回復するまでちょっと。はい。あ、木がないからもう焼けない。まずい。まずいぞ。よし、行くか。利息って。全然回復してないよ。もういいや、行こう、急ごう。落ち着いてられん、こんなとこで。早っ。痛えんだけど、サメの餌が必要なのかな。あ、これ、こういうの欲しい。なんだろう、これ。石、あれ？砂じゃない、これ。見た目じゃわかんない。これか、砂。やっぱ死ぬかもしんね。死ぬかもしんね。俺の家はどこ？やべ、流された？俺がちょっと違うとこ来てた。ぴょーんってなるしかない。これもう死ぬ死ぬ死ぬ。ぴょん！はぁどこから？キーを押すと目が覚めます。あ、なにこれなんだこれ降参って何？何があったんだろう？っていう夢を見たんだな、きっと。という夢を見ました。じゃあ僕はちょっと旅立ちます。あとは無限に使えるアンカーはどこで手に入るんだろうね。無限アンカー。長いはできん、ここには。で、ほ。漂流物一旦しまうか。しまって流れる方が正解。こっちか。アイテムロスと。あー、今どうなったんだろうね。とりあえずちょっと木がないとダメだ。地味に木を集めるしかない。やばい。タールがあるな。進むかな。進んでるな、一応。船のケツから出てるもん。全体的になんかいろいろないわ。食べ物、飲み物足りないです。焼こう。寝ないでくださいよ。やばい、無理か。無理だ。樽だ。樽ちょっと遠いな。延長しました。延長されんの？サメ来てるんだけど。いや、壊されたら俺落ちちゃう。あー、もう肉。あ、やべ、本当にない。板がない。焼いちゃったから。樽はちょっと、タールに木が、うわ、木。あぶね。はい。よし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 。死活問題。タール来た。あ、捕まえた。あー、よかった。あー、かゆい。サメ、地味に嫌だわ。足りないんだけど。あ、プラスチックが足んないらしい。プラスチックなんかいっぱいあるよ。ネットワークやった。ねえ。吸い込むな。吸い込むんですよ、意外と。あ、食える。もうそろそろお腹減ってるとこだったよ。これマジ。ハマグリどうすんの？めっちゃ来た。
いい度胸だな。あ、ちょっと絶対鳥倒せるよな、あれ。鳥を食ってやりたいわ、マジで。鳥食いだよ、もうちょっと。あ、できてる。いや、まだできてないの、これ。外すって違うよね。タル。はい。あ、違う。取れない。いえ。よし、来た。おい、板がそんなに入ってない樽のくせに。落ちた。ちょっと今危ないんだって、穂があるから。こう足場がなさすぎて落ちるんだけど。俺が今やんなきゃいけないのは、水を作って飲んだら寝ちゃダメ。なんか水やったね。ベッドの位置が良くないね。てかこれ密集しすぎなんだよ。あ、タル。プラスチックいっぱい取った。ってことはもう地面作っていいってことかな。タルが、とりあえずこの網をもう一個。全然足りねえ。曲が鳴り始めて怖い。やべ、そっか、これは取れるから。さあ、目が来た。タールが来た。間違ってねえよな、角度的に。ちょっとやっぱり木が足りてないな。あ、もうできてる。うん。あ、俺なんか悪いもの飲んだっしょ、これ。みん。何の音？あ、鳥。え？おい、なんか加えてったな。え？あぶい。たまもさんいらっしゃい。かゆ。一人でやるのむずいよ、これ。このゲーム。あ、飲んじゃダメ。なんで飲んだ？違うね、ここに水あげないとパイナップル取れないんだよ。あー、なんかいろいろ来たな。サメも来たな、これ。あ、ダメだ。取れない。あ、タルだった。タルもあった。まだできないか。そうだね。ちょっと、これはちょっと今よろしくない。ちょっと作り直したいぐらいだよ。何の音？あ、ちょっと回収か。てかこれダメなんだけど。水あげらんない。そういう状態じゃないっぽい。ちょっと視認性が悪すぎる。ちょっと待って。イカダが、恐竜イカダがあるぞ。方向は合っている。何かもうそろそろ作り始めないと。焼きビーズでも作るぞ。まとめられるものはまとめていこう。まとめてられない。このフックの百発百中間。違う、ボタンが違う。鳥来た。どこ。鳥、あ、収穫できる。サメも来んのかい。大人気すぎる。えい、やめて。本当にダメだって、もうやばいって。何かゴンつった。おほほほ、すげえな、ぶつかっていくな。やべ、沈み始めてる。どうやって飲むんだこれ。ちょっと待って、はまった。ないんだけど、この上か。うわ、俺これ受けなくなって、取った。
取ったぞ。何かみ、あ、ネジ取った。寝転がんないで。忙しすぎるでしょ。ネジ。悪くない。パイナップルを種を、あ、食べるだ。種か。パイナップルの種ってどうやって手に入れるんだろう。ヤシは無理だよな。マンゴーはいけんじゃねえか。そこじゃねえよ。ヤシ。無理。ダメだ。これは普通、あ、ダメか。あ、ちょっと待てよ。進む方向をなんとかしないと。進む方向。正しい方向に進まないといけない。そっちか。漂流物が手に入んなくなるからね、これ。ちょっと、あいつ殺したいんだけど。収穫しちゃったよ。カモメ来たぞ。カモメ肉来た。焼けるぞ。生の、なんだって、だ回収したの今。肉、生肉テッカテカだもん。カモメを収穫した。ついにカモメも収穫してしまったよ。まだダメだ。島が見えなくなったね、ちょっと。ついに来たよ。貴重なタンパク源が。おー、いいね。取りたい。取りたい。鶏肉を使った何か。鶏肉を使った何かはできないか。無理だ。あ、羽来た。あ、ペイントブラシ来たよ。お、ハンモック。へぇー。ネジはもうやったね。怖いよ、夜が。焼けたかな？焼けたな。回収できたの。なんか捨てたぞ。生を捨てたの、俺は。え、ちょっと待って、なんだ？ちょっと待って、ちょっと待って、わかんない。怖いからちょっと一回しまう。違う。あ、あったあったあった。見た目がわかんないけど、いただきます。ちょっと火のとこで。あ、ちょっと焼けてるっぽいわ。焼けてるっぽくなってる。すげえよ。結構な量が回復する。そして水。どうしてこうなる。水のとことこれダメだ、近いと。かかしちょっとつけてみるか。作れねえ。ヤシの破壊。ヤシの葉なんかいくらでもあったよね。入れ替え。やってます。かかしだ。でけえな。おう。どっち向きなんだよ。これ見えないんだよ。かかし持ってかれそうだな、これ。また邪魔になっちゃったよ、これ。そろそろイカダを拡大しないと。あと、ここら辺がちょっと屋根が邪魔。屋根は木にするか。斧をください。あ、斧、あ、なるね。これあんま関係ないね。カモメ。いや、関係あんのかな。あー、おい、島、島来た、島来た、島来た。島が来たぞ。今度こそしっかり泊まりたい。ロープと岩がない。岩。かかしの効果がどんなもんかな。何の音、何の音。斧で撃ってみようか。あ、ダメだ。全然ダメ。ちょっと待って。俺全然作れないんだけど。
石がない。石。あった、あった、あった、あった。危ないよ。あと、ロープ？ちょっと、大変すぎる、大変すぎる。あった、あった、あった。一個しかないんだけど。てか、葉っぱが必要なの、葉っぱが。ロープを作れ、ロープを。アンカー、やっぱいらねえのかな？なんか捨てたな。よし、もうちょっと左？ここは登れるんだよな、頑張れば。ご飯食いたいね。ぶつかれ。よし！こうしまえ。サメが来る。で、いろいろ用意しておかなきゃ。怖いんだよ、音が。なんだなんだ、違う。作っといてくれ。あと、飯。飯をちょっと作りたい。サメ肉どっかにあったの？これさ、ここ何これ？なんかちょっと待って。視界が悪くなったんだけど。しかも2個持ってたのに2個ともつけたのこれ。魚を焼くか。ここやっぱなんか服のマーク書いてあるからなんか、着るとこだな。これサメつけてるとサメに襲われねえとか。まさか。まさかそんな？サメをつけておくことにより、サメに襲われなくなる。そんなことある？ここちっちゃい。俺自分の見た目がわかんねえから、なんとも言えねえけど。そんなそんな、笑。ねえ、嘘。鼻水でかけたわ。サメを着ていると、サメ、ちょっと待って、これさ、サメ装備。全然、何もできねえ。いや、ちょっと行ってみようか、これで。樽があるね、あそこに。ちょっと肉食おう、肉。それと、俺はサメ肉を焼きたいんだ。ここにいっぱい葉っぱあるのよ。違うんです、違うんです。どっかにサメ肉がいっぱいあったはずなんだけど。あった。サメ肉でも一回じゃ焼けないんだよね。一回じゃ焼けないし、ちょっと燃料が結構かさむ。ちょっとこれ邪魔だね。これ邪魔だな。ちょっとさすがにこれいらねえ。あ、でもちょっとこれあれでも使う。もしかしたら、あ、もしかしたらだけど、いっぱい、これ本当にサメに襲われない可能性？これ。これなんだこれ？粘土。酸素が結局ダメなの。サメ襲われます。じゃあ、いりません。だったら僕はいりません。サメ、さよなら。これ、時間で消えんだよね、多分。サメの餌を作っ、な、大丈夫？ちょっと、これ怖いね。上に登っ、プラスチックがないね。持ってないからだね。ちょ、これ持ってないとか、そういうのめんどくさいな、マイクラもそうだったけど。持ってないのはいいじゃんって思う。こんなもんじゃないよ。めっちゃ持ってる。と思ったけど、もう木がね。よし、行こう。あ、島これ登れんじゃん、全然。余裕。ナイス。あ、ナイス。嘘だろ。嘘でしょ、これ。登れるでしょ、これは。嘘だ。これまずいかも。これまずいかもしれない。頼む。乗せてくれ。乗せてくれ。うん、乗れた。乗れたぞ。意地で乗ったぞ。運動会で久々に走るを。こけるから。盛大にこける。これマンゴーじゃねえ。マンゴーだ。種だと。
やったぜー。やっぱ島大事よ。まだ取れるね。あら、こっから先が登れねえ。ここってハンマー持ってたら作れないよね。だからこれイカダを中心としてるんで無理なんですよね。結局取れた。なんかいいって言ってた今。なんで何いいって。あ、これ花か。はっはっは。おほほほ、届く。あ、まだあんじゃん。助かるわ。どっかから行けないかな。なんかあるね。何かが生えてるんだけど。これどうやって行くんだろう。こういうのって。行く方法は、もう増築しかないのかな。だとしたらちょっと無理があるんだけど。かなり。こっちから見ても、変わらない。やっぱ2階があれば行けるんだ、これ。何？ちょっと。やめて。2階作ろっか。2階というか階段。あ、はしごあるじゃん。は？はしごがどこにかかってんのか全然見えないんだけど、これ。やだー。このはしごは？作っちゃった。全然足りねえ。あほほ、届きそう。これ。このはしご。もっとパーツを用意する。フック引っ掛けて登るアクションとかあれば良さそう。そうなんだよね。なんかごちゃごちゃ言われるんだよな、これ。あと意外とお腹がない。お腹がなくなっている。これ惜しいぞ。これ2階建てにしていけたな。これ外せないんだな。作ろっか。今、でもそれを失ってまで取り行く気じゃないかもしれないけど、そういうゲームじゃねえんで。やべ、ここには行きやすくなったけど、ここフロアを作るのには。あった。これめっちゃあるんだけど。お、いける。マジか。めちゃめちゃいけたんだけど。うん、ただこの夜先がもうない。あー、なんかいけそう。うひー、無理だなさすがに。ここは無理か。ちょっと船動かしてみよっか。あ、全然無理だ。足んねえわ。高さが何一つ足りない。ここに何かあるんだよ。人が住んだ形跡とマンゴー。怖っ。すごいなぁ。いけたなぁ。移動すっか。あれ、フックしてんのか。アンカーどこだ。アンカーと、あったあった。無限アンカーがそろそろ欲しいね。そろそろ無限アンカーが必要。てか俺よく見たらまだ海底のものを取ってない。確かに。海底のものを取ってないから、ちょっと、海にぶつけて、ちょっと海じゃねえ、ちょっとぶつけて取り行くか。で、食べ物を食べて、水物、あるあるある、食べ物あるじゃん。最強。水も一杯いらねえか。離れてるね。
いやでもこの速度だったらいけなくはないか。ちょっと取り行くか。これ結構貴重なんだよ、なかなかないから。石か、でも石も必要だよね。石かい、これ石じゃない。来た来たぞ。もう帰ろう。あと階層が何とあるって書いてある気がするんだけど。いてえ。さ、俺の船はちょっと無理だ、これ離れちゃうわ。サメが来る。樽に行こう。取ったね、なんか新しいやつ。フックの無駄遣いだこれは。ちょっといけないけど。ちょ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 。回収ネット、ロープが足んないだけ。何の音？ちょっとちょっと柵がなくなる。もうマジかよ。切りないじゃんか、こんなんじゃ。暗い。樽だ樽だ樽だ。見えない。よしよし、危ねえ。進行方向どちら？水も飲みたいね。ここにいるとダメ。水が意外と。俺だよ。寝れなくなったんだよ。そして寝ちゃったからすげえ減っちゃったよ。どっちに向かってますか、この船は。あのサメちょうど嫌な時、何の音？あ、そう、回収ネットつけたかった俺。ロープをいっぱい作って、1個しか作れないのはロープが足りないからか。何のドンなのこれ。ロープ意外と足りねえ。作るか、葉っぱめっちゃあるはずなんだよね。ネット量産しますね、もう。めっちゃ右下がうるせえ。違うじゃん。あ、板がない。ついに板がなくなってしまったか。料理もできないし、水も作れなくなってしまう。じゃがいも焼こうぜ。生で食うんじゃないよ。ちょっと回復するけど。よし。で、し、うい。そうなんだよね。でも一辺じゃなくても進行方向だけ埋まってりゃ良さそうなんだが、進まないね。これ進行方向違うな。行くか。俺は泳いで取り行く。サメ早い。サメ早くね。来るのちょっと早いよ。もうちょっと、待ってよ。俺多分ここでジャンプしないと、危ない。ちょっとこれ、カカシ何の役にも立ってなくね？外すか。邪魔なだけなんだよね。違う。X むずいんだけど。場所的に。サメも飢えてるのかな？待ち構えてますね。ちょっと待ってね。ロープはいる。これがいらない。なんかブシャンっつったね。取ったね。ありがてえぜー。レモングラスさん、をいらっしゃい。サメが来た。で、この穂がない状態で俺はどこに進んでる？こっちね。こっちね。もっと
効率のいい餌がいるはずだぞサメ。確かに。なぜ俺なのか。あ、取れたね。網設置。カカシ置けばカモメは来ないのか。そういうわけでもないんだよね。種はカカシでも噛んでろ。あ、ダメだ。進行方向。本当に合ってるこれ。なんか。これ邪魔だ。釘も手に入った。パイナップルの種とかってもうないもんね。食べられるものが、かかし、どうしようこれ。なんか取れた音したけど。ああ、そうだね。ちゃんと考えてやらないと、変な風になっちゃうね。変な風に広がっちゃうね。なんかご飯がないね。だから。イカダが見えるけど。おお。いっぱいいた、手に入った。これをいっぱい作んなきゃいけないんだよな、横に広げて、船を。あとは2階をいっぱい作って、2階をいっぱい作ることにより、上に、邪魔なものは上に全部持っていけるというか。なんか通ってんな、下に。ちょっと待って。サメ来たね。てい！花。よし。もう一丁。さすがにちょっとさ、でも帆は上にやっちゃうと俺なんかね、緊急の時にダメになりそうなの。こう早く閉じなきゃいけない時とかに。どうする？おお、すげえ向き変わる。めっちゃ取れるんじゃねこれ。取れた。スクラップが入ってたね。葉っぱ入ってるね。サメも来ている。あの畑が邪魔だな。あと俺。ネットいいね。ネットがいい。うん。ネット意外といいよ。ちゃんと仕事してるよ。じゃがいも意外といいな。あと、じゃがいも植えよう。水もあげないと。忙しいよ。あと、なんか作れるものとか見ないと。確か俺なんか増えたはずなんだけど。蝶つがいもやったよね。粘土はやった。これ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 。はぁ、あ、調査できないんだけど。なぜだ。そういうことじゃないか。絶対関係あるだろう。ウォーターワールドみたいに島みたいになって上にバイクは走らせるんでしょ。ウォーターワールドでバイク出てくるの？あと斧がそろそろなくなるんだけど。そろそろ斧なくなります。残念ながら砕けないから、多分ね、その鋳造施設みたいなのを作んなきゃダメっぽい。取れたね。貴重な肉、よし、やったぜ。ポテトを取って、なんか捨てた。ポテトを取って捨てたのか。ポテト、石は使いようがない。あとこれまとめられる。まとめられるやつはまとめてください。ちゃんとこれちゃんと入れるもの考えないとダメだね。入れるもの考えないとすげえかさんでくる。ポテト。よっこのイカダ燃えないね。言えてる。取れたね。ベイクル。焼き鳥たまには食いたいもんね。取れてるね、意外と。もうちょっといっぱい、イカダでかくすっか。イカダでかくできそうなんだけど。
あ、プラ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 が足んない。鶏肉だ。でもキー俺なんでこんな持ってんだろう。板がいっちゃった。取れたね。取れるね。こっち側に増やすか。あ、もうないもうなくなったわ。ネットは板がないので作れません。拾え。なんとか、あ、もう拾ったから作れるようになったんだけど、ただちょっと網も作りてえな。でもサメのこと考えると。取れたね。あといらないものは全部ちょっとしまっていかないといけない。ちゃんとまとめてください。あね、怖いんだよこれ。ジャボーンって言うと超すごい。ん、縦に広げてよ、側面に編みつけられるね。よし、ちょっと入れるものを考えよう。ここは鉱物系取れるね。怖いんだよ音が。サメの音かなって思っちゃう。怖いよ。種そこにする。種、食べ物系。曲が始まる。ここがめっちゃ入るからいろいろ入っちゃってんだよね。あれは全然地平線の向こうまであるから。うん、あ、どうなんだろう。ダメだ。葉っぱは向こうかな。鉱物系、種、怖い。ジャポーンって。ここ違う。焼けてないね。木がないから焼けない。なんかちょっと待って、嵐が始まったんですけど大丈夫大丈夫これ。あ、焼けたわ。そんなことあんの。食べるしかねえ。もう食べるしかねえ。こうなったら嵐が来た日には。やべえ、なんか浸水してるんだけど。ちょっと樽も来たぞ。取れたのかな今。主人公はなぜこうなった。いや、いきなりこういう世界に誕生したんで分かんないんですよね。マジでよく分からないです。それがどう、なんで俺はここにいるのかとかも全く分かんない。てかもうじゃがいも収穫できんじゃない。雨降ったのかな。雨が降ったら水まかなくていいんだ。そりゃそうよね。当たり前よね。そうじゃなかったら怒るよ。これなんだこれ。マンゴーこれダメなの。絶対来たでしょお前。横かい。あー、もうこれ分かんないよ操作が。もうやめて。あ、壊れた。いや、槍が壊れたんだけど。なんかそういう感じ。どっちかっていうとそういう感じです。もうそれぐらいわけが分かんない。急に始まった感じです。何もなく急にこれが始まったんだ。イカダはね、4枚のイカダに乗ってたんですよ。2×2 っていうか、だから、うえーい、島が来たぞー。ほう、ちょっと曲げろ。